どうもこんにちは、モンスさんです。黒神話、僕初見続きやってきます。前回ここのなんか新しいところね、大風量かで、シャモ村まで来たんだけど、アイテム取りに戻ってたらよ、なんか途中からさ、横道に入っていくところを見つけたわけ。どこだったんだろうどこだったんだろう。検定法、あー、ここじゃない。え、ここか、違うな。これ洞窟の中、洞窟の外。あ、これだ、白霧沢。ちょっと妖術で飛んできました。ここのなんだっけ、白衣の修士、あいつ倒した後に、直進じゃなくてね、ここ左曲がったらさ、あったのよ、通路が。そしたらここにね、金があったね。俺も触れなくなってんだけど、触れてさ、ニューエリアに行けたんだよということで、そこのニューエリアを先にやった方がいいかなと思う。第2回に行くより第1回ちゃんとやった方がいいだろう。ということで、多分これ非旧関税、え、観音全員本殿、これだ。まあ、ここにワープして飛ばされてきたわけよ。ということで行ってみよう。お、箱だね。これといったアイテムが落ちてない。入れない。さあどうだ、ここ開けるんでしょう。開ける、開けると表示されたら開ける。はい、近地長老ボスですね。でか、顔がでかい妖怪。I cannot see you, but I recognize your odor. It cannot be you. You are back. It must be you who took that Kasaya. Now give it back. おっと、これ何？ザコ、ザコ沸かしてる。あ、吸収すんのかい。えい、
びっくり。そういうこと？おっとダメージ食らってしまった。危ない。範囲が。いい範囲。なんかこの間倒した顔のでかい妖怪、あれの上位版みたいだね。瞬時に蒸発したけど強いんじゃないかな。後ろに回ろう。あ、やべ、タイミングが。何どうなる。法術使えない。蛇使いたい。やばい、何かの範囲。違うか、なんかの範囲じゃないか、これ。どうなってんのこれ。どういうことこれ。浮いてるけど当たらないよ。吸収させないようにしないとダメかな、もしかして。あ、ヒットポイント回復してる。マジか。気づかないだろう。何してんのかと思った。フルで回復するぞ、バカが。この野郎。全くわからんわ、攻撃パターンとか。あ、どうも無名さん、こんにちは。あの空中に浮いてる時に、あれ当たり判定なくなってんのかな。何かしないと回復されちまう。ちょっと頭を使わないと倒せないボスなのかもしれない。ミスった。えい。待て、何、さっきまで機能してなかっただろう、この攻撃。
ん、急に集まってきて殺された。どうしよう。帝神撃って即証を言って、2チェーンしたら証しようか。なんか後半戦に生かさないように飛んだなぁ。だそれがうぜぇなぁ。これ当てられないかな、ここ。あ、当たる。よし、はい、待て待て、こいつは殺した方が話早いか。なんだこれ、おい、無限巻きか。止められないのか。もうちょっと、まあ、術は発動できた。まずい。ちょっと時間使おう。あ、逃げ切れん。なぜ今回復した？なぜ回復した？よーし、撃破。よー、近地長老。多分目が見えない設定。
この妖怪は倒したらどうなるのかな封印したってこと？あれまたワープさせられた？戻ってきた？戻ってきたのか。壁画と残りは汁もんか、全部燃やしちまえ。ほらほら。おっと、右下にまたよくわからないゲージが1個増えたな。RT の L L ってなんだ、ポチって押すわけ。やめてくれ、複雑にするの。ついていけねえだろう。まずちょっとね、ここの祠触った時に赤丸ついてる。装備たんぞ。あら、面が作れるわ。でも走りながら酒を飲むことができるのはいいんじゃないの？なくてもいいか。パンゾーして装備。青銅の金銭砲。あれでもこの雨金のクローラ砲の方が防御力高いわ。雨金の鉄鋼。相当防御力上がったんじゃないかな。アイテム錬成は作れる。秘境薬作れないじゃん。あー、なんか耐性アップ、根性アップ。あ、この攻撃力上昇いっぱい作れない？なんで？こう、復眼。回心率アップと攻撃力アップ。これ作っておこう。55個も作れんの？とりあえず10だよ。これをさ、セットするんでしょ？しまった、セットの仕方がわからない。これ何？宝もつけられる。何これ、拾ってきてたの全然知らなかった指輪的なやつだよね。今つけてるのが倍力眼と、じゃあこれつけるね。古福眼、古福眼がこれ、ボタン、ん？レバー下。ややこしい。ややこしいや。スキルポイント6個もあるんだけども、何をあげるか。状態異常か？回心率か。防御力。最大砲力。最大砲力上げてこう。そろそろコンも上げたいな。コン。何したらいいわけ？まあ、とりあえず1個開けとこう。バイーンと。バイーン。あ、もうなくなったわ。はいはい。じゃあもうこれでいこう。で、あっちのこの門行こうとすると行けなかったんで、なんか横方向から攻めていこう。Your death will be your doom.
違ったぞ。ほら、ほいほいほい。いえ、引かれた。シールドバッシュ、めちゃくちゃリアルなシールドバッシュ。お、やる。お、なんか敵がいるの。なんだあれ。痛いよ。お、牛の、相当の牛か。いや、ネズミの顔してんの。範囲攻撃、炎の剣。ダッシュからのジャンプ攻撃。おい、最悪。汚ねえ花火になって巻き込まれたわ。腹の立つや。シャジロ、シャコクオ。Wait until Master hears about this! Hush! Hush, you fool! Our restoration. We can't say it out loud now. Oh, your poor brother, Adam. What's that smell? Aye, that's fresh meat. Delivering itself all the way to this dump for our lunch. えい、いきなり殴られた。ちょっと待って、おい、あのさ、もうちょっと空気をもうぞ、お前。こんなの、こっち初見なんだから。え、その振りかぶってから殴ってこないの。なんか投げてる、うんこ投げてる、あいつ。おい、あいつ、つき。なぜヒットポイント減ってるの。あ、うんこか、うんこにやられ、うんこか。後ろからうんこ投げてくるんじゃないよ。急に体力減ったなと思ったらさ、
わかりました、わかりました。止められた。おお、溶けた。変身が溶けた。おっとっとっと、取り寄せるな。親父出てこないことにはさ、これ戦闘終わらんやろ。あれ、後半戦があるとかじゃなくて。父亲子下父子九车高级轮朝规矩どこで歌ってんの。顔がないぞ。才算哪个方人不管你瞧那鼠辈都家人情，可怎么就落得个子王夫逃死不喊。今のやつこれで終わり。割り符をはめ込む。不足している、不足している、持っていない。そうですか。どこから弓打ってんの。弓じゃないよ、矢を打ってんの。勘弁してくれない。ああ、なんか綺麗な門が。開ける、開かない、相変わらず開かない。何これ、勝手に移動してった。ああ、なんかさっきのやつ、鎖国王とかいうやつ。何かを呼び出してるわけ。おうおう、なんかでかいやつ。サダイロ。Son, your brother's gone. Help me and a 長男と戦うのがこれメインですかね。
そういうこと？ No! Are you mad? Go and hunt the monkey! Are you mad? あ、このでかい、ああ、親父食われた。ああ。ごちそうさまーってなってる。美味しかったよーって。パパありがとう。僕の糧となってくれてありがとうってなってる。あれどうすんのよ。あー向こう側には行けない。こちら側は？はい、なんか動いた。三頭中、粗大。あのでかいやつを戦闘すべき？いやー、うんこ投げてくるよ。何これ。なんとなくだが、あいつを倒すんじゃない気がする。お、なんかいるね。コウモリ怪人、仮面ライダーに出てくるやつじゃん。妖怪図鑑が更新された。おお、コウモリ、コウモリ怪人が。ノーマルコウモリ。なんかザコ硬くねえか。もしかしたら俺の悟空くんあんまり強化されてないとか。グテンキンタン。ああ増えた増えた。ここはこれだけアイテム回収のエリア。こっちから来ました。こっちに抜けれます。はい、なんだ。が、工事。
お、ほこらあり。まっすぐですかね。わあ、なんかいるね。なんかいるよ。でかい。あれはなんだ。これ虎だね。古戦法。If you dare to look up the king's practice again.I'll serve your dimwit son up for supper, myself. Ain't he that old loser? Where'd you come from, you bird-faced mug? Who cares anyway? I'll go. とりあえず戦闘始まるんだ。見えんわ。あのさ、ターゲットする前に攻撃してくるんだ。お、足払いしてきた。なに、足払いだと。こんな赤い沼じゃ見えんだろうが。毒でも食らってください。まあ、いったな。 RTR 押してみよう。なにこれ RTR できないじゃん。 RTR ボタンポチってなんや。 L か、 L ボタンか。あ、これ何した、何をしたんだよ。説明出してくれよ。お、あ、固まったぞ。はい、え、なんだと。何かあっちの術だったのかこっちの術だったのかすらわからない。今な、まあいいや、もう一回行ってみるか。こっちとかなんかあんないね。あいつをとにかく倒せっていうエリアかな。あ、なんかある座禅。ああ、スキルポイントアップ。まあ、なんかに振っとくか。
地面攻撃を避けることができる。いるかな今。なんか今いいかもしれないな。これいいかも。3段目から続けてとか、負傷軽減効果。これにしてみよう。肩の切り替えってなんだよ。普段はないんだよね。倍力眼、古福眼、よし。ああ、起動する前にかけてしまった。よし、殴り合おうじゃないか、お前。早いぞ。あのタックルからジャンプ攻撃につながるやつ全然タイミングが分かんないわ。どうしよう。ワンツー下段の足払いはなんとなく見えるけどな。早切れるな。襟つぎ。とりあえず回復。やばい。酒飲むの遅いよ。回復するタイミングわからんわ。どうしよう。離れてると高速移動、袈裟斬り、タックル、ジャンプ攻撃、近寄ると連撃。嫌だなぁ。
やば、浮いてる浮いてる。なんだよそれ。避けらんねえ。何それ、ワイ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 スって言ってた。うわもう腹が立つ。ああもう氷弾ないよ。ああちょっと今きついな、これまだまだ強化しないときつそう。一旦戻って他のルート行ってみよう。ということでこっち戻ってみよう。あ、落ちた。落ちたよ。ここがなんか何か秘密があると思うんだけど、何も追求してないからね。登れないな。あれやるしかないのかな。無理だった、固められなかった。ダメージ受けた。おい、後ろにいるとまずいな。証を使ってみよう。
ャンセルがかからないところで殴られた。これ難しいな、この。仏面の金箔とかいうの取れました。こっちにも隙間がある。なんだ、新しい部屋アイテムのみかな。Their minds yearn to ascend, yet fame still holds sway. うん、これなんだろう。この猿なんだ。これが悟空かね。うん。あれが三蔵法師だったとかそういうことない。いや、わかんないね。この下はいけない。こっちの奥は、ああ、いけない。っていうことは、あの虎倒してこないとダメってことだよね。あれが多分最終目標だよね。ここの、そうは言ってもちょっと勝てそうにないからな。しばらく他を巡ってこよう。今拾ってきた仏面で開くなんてことないかな。虎の方なんか違うみたい。あ、っていうことは、あの虎倒さないとあそこ開かないってこと。マジ虎倒してこないとダメなの。なんか攻撃力が足りてない気がするんだが、もうちょっと武器強化が必要な気がするよ。できるのかどうか知らんけど。なんだよこれ。これ雑魚的なのか、もしかして。ん、雑魚にやられる。
どうしよう、とりあえずトラもうちょっとやってみようか、ガチ殴りみたいな感じでさ、砲術ほぼ使わんみたいな、やれんのかな。スキルポイントどうなってる、ゼロだもんね。今の術意味わかんないんだけど。多彩だな。多彩だな、どうしよう。変身してしもた。今の何あれ虎の防御力上がってたり、違うじゃん、ワープした、くっそー、うわタイミングずらしてくる、もうイライラやな、半分しか減らせてないぞ。What's left is the king's to us.
はい、ちょっと移動してなんか強化してくよ。勝てないときはちょっと勝てるように強化してくるっていうのがいいんじゃないですかね。稼ぎだよ稼ぎ。これなんだろう、アイテムだ。肌手の具体的なやり方が書いてないんだな。盾さえ壊せば勝てるよって書いてあるんだけど。実はもう行くところがないのか。そういうこと？やばいな、後ろから弓でやられるから。しかもここ登れないしね、一方的に攻撃されるしね。雑魚なわけ？きついでしょ。登れないでしょこれ。あの門の上、え、行けるのかな。行けそうにないね。でも中に敵がいるのは見えるから、中に敵がいるのは見えるからね。様子見すらさせてもらえない。こっちのあの橋、あれなんだ、吊り橋が見えるけど、あ、そっか、吊り橋渡るには虎倒してこないとダメなのか。あ、そういうこと。
あ、もう撃ってほしいな。何なんだよこいつ。あ、いけるじゃない。もう開かなくても。あ、これ吸収したら回復するやつか。で、あ、ということはあれ強いな。あ、そうでもなかった。槍持ってる。今のどっから当たり判定出てたんだよ。分からねえぞ。読めなかった。岩抱えてんのかと思いきや、こいつの上半身自体がでかいのね。あ、うえ、蹴りからの頭突き。なんかお経が聞こえるね。まあ、なんだいこれは。仏の目玉。なんじゃそりゃ。音読み訓読み。漬け込み酒にさっきの榊を入れるみたいなやつがあったな。これなんだ、月桂樹だった。榊じゃなくて。負傷軽減効果、これリジェネーションと負傷軽減どっちがいいわけ。負傷軽減、オッケー、なんでもいい。休憩してなかった。休息。こっちとこっち。さあ、あなたはどっちから。あなたの風はどこから。右から左から。左。つながってた。別に左とか右とかどうでもよかった。意味わかんねえから。宝だと思ったら、宝だと思ったら敵だった。アホタレが、アホタレが。ああ、こいつも敵。しかも上にいるけど届かない。待て、よく見させろよエリアを。なんだあれ、遠隔攻撃届かないね。オッケーオッケー。このマンドラゴラみたいなやつ。引き抜いたら叫ぶんじゃないのかこいつ。あー、でもこいつ自身が草の妖精というか、そ
そういうのじゃなくて体から草生えてる。誰もう、しかも毒になったんじゃないこれ動けねえ何一体何ああ引かれた。左壁沿い探索。あーよくこれさ、こういうの、あの宝石とか売ってるところにあるよね。クリスタルの原石みたいなやつ、なんとか石って書いてあるね。あいつ回復しちゃったじゃん。回復してないか。あーイラつくイラつくよ。2体同時攻めっていうのは腹立つよ。何それ。いやーこいつに証を聞かない。炎だからね、岩には効きにくいね。目からお宝。これ何、仏目玉。あ、仏目樹。他の場所にもはめることができるかもしれない。なんでそう。扉を開く鍵アイテムとかじゃないのか。もしかしてそういうことだろう。さあ左壁沿い探索。氷炭が半分ぐらいしか回復しなかったぞ。あれ、これは何回だろう。2回かな。あー、まだ変なの来た。もうあゲロぶつけてくるやついる。このカス野郎。なんだ、何が来た、何が来たんだよ。あれ強そうなやつが来たな。いやーもう意味わからん。どうしてそんなに機動力あんの、見た目に反して。おお、お前壁にはまってんのか。ナイスナイス、いいね、いいじゃんそこ。あ、俺もその位置いけねえわ。壁があんのな。あー来れないね、来れないね。無理だわ。
やめろ、何かのなんか遠隔攻撃でやられてるぞ。あいつやばい、そいつやばい。よし来た。死んでしまう。待って、お前の相手はここで回復してからだ。うん、一回だけ。下半身、さ、下半身、あー、生き生きしてる下半身が、くそー。そっち行くとゲロ攻撃に当たってしまう。うわ、美しいかかと落とし。アンディ踏ん張りのかかと落とし。なんでお前まだ生き生きしてんのよ。普通はね、そういうね、体力減ってるってことはね、痛い痛い痛いってなってるはずだから。うーん、どっちだ。とりあえずここをつけて、しかし休息するときついことになってしまうから、このままこの奥を左壁沿い探索。なんだこれ、意味なし。おお、それ敵だろ。まずこれ吸収させて。よっしゃ。はあ、来た来た。2体だった。もう1体1体にしてくれ。1体1体に、1体1体なら勝負できるよ。あれ、赤マーカー出るってどういうことだろう。強いのかな。狂ったように走ってきた。危ない。あれ、全然減らないな、こいつ。もう俺の砲術も使えないしさ、もう FP 減っちゃって使えない。硬すぎなんだよ、硬すぎなんだよ。あ、こやつなんか特別な妖怪だったか。シュンシュン石。この埋まってんの敵じゃないか。起動させないように何かしないといけないのかな。これを、これなんか触ったら起動するんじゃないの、これ。これ全部起動するんじゃないのかな。取るとか出る。取るとか出ない。
殴るのか。石破、もうボスだね。ボスだったわ。どうしよう。そしてザコも一緒に起動してくる。ああなるほどね、そういうタイプ。子供たちを倒さないと石母まで行けない。了解了解。あー地獄。もう連続ダメージですよ。でもここのなんか妖怪は倒したから来ない。来るわ。あーこのカスこの硬いだけの敵、本当に硬いだけの敵。ああ仏眼獣。あでこれが取れても敵が起動してこないってことは、これなんだろう、エクストラボス、隠しボスですみたいなやつかな。あ動かんね。オッケーオッケー。じゃあこれをとりあえず数発殴って、ため切らん、ため切らんうちに攻撃される。あ嫌なやつ、もうほんと嫌なやつこいつ。銃痕で叩きたいんだけど、丁寧にやれば。うわ見えねえアホ。いやあいつの方が突っ込み早い。うわ2体同時起動すか。よし残り2体だな。術が回復するのも待とう。
さあこれであいつがどういう動きをするかだよね。まあ低心術が回復してから殴ろう。あっさり。石母は特に攻撃してこない系のボスでした。アイテムとかないよね。何？妖怪図鑑を書き換えただけ？右まだ行ってないね。左壁沿いで行こう。ずっと左壁行って一周してくれば。キュポン？おい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 、失礼だろこいつ。あー判定ひれえなー、これ判定がひれえ。絵的に当たってんのか今の。さらに奥があるんだが、なんでしょう、なんか重力以上みたいな感じで石が浮いてますよ。重力異常事態。ああゴーレムだよ。赤旋風。うわこいつやる気あんな。びっくりするほど硬い。何これ。そして範囲。石投げまでしてくる。最低最低、雑魚呼ぶ。最低、呼んで自分で壊す。ああそういうこと。ああ。ダメだろ、そういう硬いボスはさ、硬いボスは動き遅いとかじゃないと
割とや楽に避けられるとかじゃない。術が増えないからな。当たった。腹が立つ。食らったさあ、どうしようか。さっきのザコラッシュがちょっときついな。いや、俺の悟空がキューキューって言ってる。うわ、前方向結構範囲広い。寄ってなきゃダメだ。外すな。
それそれそれやばい。当たったなんだこれ。証を最後使ってみたけどさ、全然効かないんじゃない。1ドット1ドット減ってるか。2発で1ドットなんじゃないのかこいつ。撃破奥ですね。いざなわれてきてみたよ。鍛造できる。装備鍛造。風隠れの10面。防御力18。16。ああ、やっぱ強くなるのね。こういうのを作っていかないと虎に勝てないぞっていうことね。かっこよくなったんじゃないかい？うん。いいね。ま、2時になったか。ちょっと今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃまたな。